高部さん。水月先輩に近藤先輩、おはようございます。今朝もお二人揃って仲がいいんですね。あの、よろしければ学校までご一緒しません？あ、いいですけど、どうしたんですか？高部さんとは一度ゆっくりお話ししてみたかったんですね。高部さん、前島先輩。3人で仲良くお話しされているところ申し訳ないけど、ちょっといいかしら？あ、はい。では行きましょう、渚さん。そうですね。失礼します。それじゃ、また後でお誘いに来ます。油断も隙もあったものじゃないわね。え？私の家から送ってきたものなんですけれど、お口に合うかどうか。いただきます。すみません、私はそろそろ自分の部屋に。あ、高部さん、どうされました？なんだか急に気分が。マイカはお偉いさんに捕まったままか。佐久野さんも知り合いに捕まって、それにしても近すぎないか。あれマイカ、佐久野さんはダメだし。マイカ、大丈夫か、マイカ？大丈夫。ただちょっと時間置いてから出ないとな。どこに行った？俺を足気にしやがって、あのな、クソ。てめえはこんな時までそれか。節操ねえな、ったく。マイカがいつもと違って綺麗な格好してるからだろう。汚したいのか？